シュプール号、シュプール号とは、シュプール号として、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東海旅客鉄道、JR 東海、西日本旅客鉄道、JR 西日本及び、九州旅客鉄道、JR 九州が、それぞれスキー客輸送のために運転を行っていた、臨時列車の総称である。1986年、日本国有鉄道、国鉄は、 冬のスキー客輸送のため、北海道と四国を除く全国の主要都市から各地のスキー場へ従来にないタイプの列車、シュプール号の運行を開始した。当時の列車名称は、シュプールには目的スキー場の地域名であった。格安で大都市圏とスキー場とを直結するスキーバス、スキー場発着のツアーバスに対抗すべく特急車両を使用し、 渋滞知らずをセールスポイントに大々的な PR を行い、列車種別は急行列車としながら運賃込みの格安、パック料金を設定し、目的地からゲレンデまではシュプールバスが接続するなど、それまでの国鉄では考えられない画期的な試みとして、運転開始発は成功を収めた。特にスキーブームが絶頂期に達したバブル経済期、 1980年代後半から1990年代前半はジョイフルトレインまでもが使用された。基本的には、大路は夜行列車、袋は遊国始発の昼行列車、京阪神方面は一部夜行列車ありとして運転された。JR 西日本の京阪神地区発着列車に関しては、1994年はシュプール白馬、津菅池が、 北陸本線、大糸線、または中央本線経由で多数設定し、最盛期には和歌山駅、姫路駅発着も設定されていた。しかし1995年に大糸線が7.11水害で長期間不通になって以降、中央本線の運転容量の関係上、大幅に本数が削減となった。1997年以降は北陸本線経由で、 シュプール苗は、湯沢のシュプール町、新越など、万端線経由で、シュプール神鍋、八武瀬号、中央本線経由で、シュプール白馬アルプスなど、7方面に1日最大6往復もののシュプール号が運転されていたが、白馬方面は本数の削減を被っていた。また、広島駅三井の原駅間でもジョイフルトレインを使用したスキー客向けの臨時列車。 シュプール号ではないよ芸ゲビ線経由で走らせていた時期もあった。同社は、南野陽子や西田光らアイドルを起用したシュプール号の CM を1996年頃まで展開し、その後も、有名タレント2005年シーズンは、長沢まさみを起用した駅ポスターやパンフレットの展を継続していた。各、シュプール号ともダイヤが過密な路線における設定であり、さらに、 新宿駅など主要駅で相互の列車間が乗り換えすることができるように発着時間を揃えるといったサービスを図った結果、ダイヤ設定に無理が生じることとなった。このため、時刻表において、見かけ上は、首都圏、山手貨物線、高崎線、中央本線沿線もしくは、京阪神近郊の主要駅とスキー場もより駅間で直結となってはいも、実際は、袋の列車を中心に、 定期特急などの対比や長時間の運転停車、さらには普通列車とほとんど変わらないような低速運転を行う列車がほとんどで安いが遅いというイメージが口コミなどで徐々に浸透し利用を敬遠する層を生む結果も招くこととなった。例えば上りのシュプール白馬2号は定期特急の対比が4回もあり、あずさと比較すると白馬駅新宿駅間で3時間近くも 余計にかかっていた。下り、シュプール白馬も急行、アルプス、現在の快速、ムーンライト新州と近接したダイヤで運行され、定期、臨時合わせて、最大で3本もの、アルプスの対比を行うというダイヤ設定でったために、スキー客がアルプスに集中し、結果として、アルプスの乗車率は満席に近い状態でありながら、シュプール白馬、アルペンは換算、という日もあった。 首都圏からの発着では、1991年に、東北、上越新幹線の東京駅延伸により、東海道本線、中央線快速などからの乗り継ぎの利便性が向上するとともに、JR 東日本によるマーラ、湯沢スキー場の開設と創って同年から、JR スキースキーキャンペーンを展開。新幹線沿線に、スキー場が点在する JR 東日本では、 新幹線によるスキー客輸送強化に傾倒することとなり、やがてガーラ日帰り切符2011年度で販売終了など日帰りの往復新幹線とリフト券がセットされた特別企画乗車券も多種発売されるようになった。また一部のシッ出ル号は線区によって普通列車扱いのため、期間によっては青春18切符の利用ができる夜行快速にとって変わられた。 しかしこういった鉄道側の原因以上に大きかったのはスキーブーム絶頂期から収束後の平成不況期にかけて普及したスキーバスの台頭である。スキー場へ直行するため煩わしさがなく列車よりも少ない人数で採算が取れる上に同業者間の価格競争によりバス料金、運賃相当に弾力性があることで各旅行会社はより多くの集客と利益が期待できる。 スキーバスとリフト券等をセットにしたパックツアーをこぞって企画するようになり、が処分所得の少ない若者に指示されるようになる。それに、反比例するかのように、ツアーバスに対して一人当たりの運賃が高く、新幹線よりも総達性に劣る、シュプール号を使った旅行商品の取り扱いは減っていった。また、1995年頃より、雪道の走行安定性や、 積載量に優れた RV ミニバン SUV は国産車メーカーから相次いで登場したことで重い荷物を持ち歩く必要もなく、機動性も高いマイカーでスキー場に向かう利用者が増えるようになった。さらに長野オリンピックに合わせて植え、新越自動車道など、滋賀高原、病高方面の高速道路が次々と整備された結果、交通手段が 鉄道から相乗りすることで廉価となる自動車へ徐々にシフトするようになった。これに加えてスキーブーム周囲によるスキー人口の減少が続いたことシュプール号に使用されていた車両が老朽化で引退するようになったことからシュプール号の運転本数も削減の一途をたどるようになった。このような外的環境の変化を受け JR 東日本は2001年度を最後に運転を 終了。JR 東海や JR 九州も各種のシュプール号の運転を取りやめ、JR 西日本だけがのシュプール号の運行を継続したが、2005年度シーズンをもって利用客の減少を理由に運転を終了した。なお、北陸新幹線の金沢延伸開業後は、新幹線と特急サンダーバードを組み合わせたスキー客輸送の強化に取り組んでいる。 2013年現在で、スキー客向けに運転される臨時列車は、東武鉄道が運行する、スノーパル23時55分や、JR 東日本の、C 入る上越、JR 東海の、基礎、スキーチャオ程度にとどまっている。1987年の運転状況は、以下の通り、次に1999年度に運転された列車を、記載する。 これらの車両には、シュプール号として使用するために、大型の荷物が置けるスペースを設置したり、座席をグレードアップするなどの改良をしたものが存在した。スキー人口の減少に伴い利用客が減少したことから、2002年度から2005年度まで、JR 西日本のみが、大阪駅黒姫駅間を、東海道本線、湖西線、北陸本線、新越本線経由で、 臨時寝台列車を運転していい。2003年度は最大に往復へ縮小。2004年度から毎日運転が廃止され、12月23日から3月13日まで、2005年度は12月27日から3月12日までの週末を中心に急行シュプール及び特急のシュプール来庁新越が運転され、2004年は 合計90本と2005年度は70本運転されていたが2006年度に廃止された大阪駅から新大阪駅高槻駅京都駅大津駅草津駅前原駅糸井川駅直江津駅荒井駅明高高原駅黒姫駅黒姫駅明高高原駅荒井駅直江津駅糸井川駅京都駅新大阪駅大阪駅プール号には JR 西日本の京都総合運転所に所属していた583系が専用車両として使用されていた。グリーン車はフリースペースとしていた。485系と583系の並結運転が行われたことがあり、先頭車の貫通扉が使われた。このか、シュプール来町新越には485系が重当されていた。 JR 東日本はスポーツ用品販売のアルペンとタイアップし2001年度に運転する列車名をシュプールからアルペンに変更して下り列車のみであるが次の列車が運転された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。